連敗地獄に米メディアも厳しい目を向けている。エンゼルスは6日日本時間7日の本拠地マリナーズ戦に延長戦の末2対3で敗れ、泥沼の6連敗。注目の大谷翔平投手29は2番 DH でフル出場し、初回に2試合ぶりの中前打を放って4打数1安打としたものの、2三振を喫するなど、本来の調子とは程遠い様子だった。一つも落とせない同地区マリナーズとの4連戦で全敗を喫し、悪夢のスイープ。これで借金生活に再び突入し、ア・リーグ西地区4位のチームは首位レンジャーズとの差も 10.5 ゲームにまで拡大した。可能性を見出そうとしていたワイルドカード WC 争いも県内3位のブルージェイズに7ゲーム差にまで突き放され、県外4位のマリナーズ、同5位のヤンキース、さらには同6位のレッドソックスを7位から追うという苦しい展開にまで追いやられている。レギュラーシーズンは残り50試合を切り、今後は各地区の上位球団ばかりとの対戦が待ち受けている。シーズン終盤に入る秋の戦いを前にしながらも、ポストシーズン進出に黄ランプが点灯したのは誰の目にも明らかだ。8月1日同2日の期限を前に、ミナシアン GM は大谷のトレードについて、ない、と断言。あくまでもポストシーズン進出を目指して買い手に回る姿勢を明確に示し、ロッキーズからムスタカスとクロン、グリチャック、メッツからエスコバーとレオン、ホワイトソックスからジオリトとロペスをトレードで緊急補強した。数少ない若手有望株たちを交換要員として他球団に放出し、未来を放棄していると一部から批判を受けながらも、リスクを承知の上で断行したが、現状では成果が実らず裏目に出てしまっている。多くの米メディアは早くも記号編成失敗記号のムードが漂い、迷走気味になっているエンゼルスに対して当然のように批判的だ。エンゼルスに WC 争いで 2.5 ゲーム差をつけて引き離し、逆転のポストシーズン進出を狙うヤンキースの地元紙ニューヨークポストも、エンゼルス MLB プレーオフに向けたトレード期限切れの追い上げは悲惨なスタートと題したリポート記事を掲載。エンゼルスがプレーオフ圏内に近づくには、ボストンレッドソックス、ヤンキース、マリナーズを跳ねのけなければならないとし、球団側はこの冬にフリーエージェントの翔平大谷が退団するリスクがあることを承知の上で、期限内にトレードしないことを選択した。その代わりに、ロサンゼルスは最後のプレーオフ進出を目指し、多くの助っ人たちを獲得することを選んだ。大谷が去ればエンゼルスのタイトル獲得への道は閉ざされかねないからだと続け、二刀流スーパースターが残留に至った経緯に関しても説明している。そして同氏は、皮肉なことに、エンゼルスは期限前の7月31日にアトランタブレーブスを4対1で下して以来、試合に勝っていない。マリナーズはワイルドカード進出を阻むチームの一つなので、シアトルを相手にした今回の4連敗は痛恨だ、とも評した。また、エンゼルスのポストシーズン進出の確率について、米国の大手野球専門データサイト2社が示した最新の数値も同紙は掲載。記事によれば、ファングラフスが 3.3%、ベースボールリファレンスが 3.4% と、限りなく低い数値を引き出したという。ネット上の反応1。先日のダブルヘッダーの活躍と、その後の疲労痙攣による途中交代が象徴するように、二刀流として連戦をこなしてきた大谷選手の疲労蓄積は徐々に目に見える症状となりつつあります。今季の彼は本塁打数の独走状態をはじめ、
投打にわたる活躍に目を見張るものがありますが、今後もさらにその活躍を維持するためには怪我のリスクを最小限にとどめることが重要な観点だと思われます。ネビン監督は選手の意思を重要視していることは理解できますが、選手個々の体調管理と先を見たチーム状況を本当に考えているのでしょうか。休養を惜しむあまりに選手が途中交代を繰り返すようでは意味がありません。私は休ませた方が良いのではと感じていますが、前監督のマドン氏なら大谷選手と十分に話し合った結果どう判断したのかが気になります。ネット上の反応に、打順表スタメン表が効く人間が書かなきゃいいだけだと思うがね、モレノと GM の指示で監督やコーチが書かされてるかもしれんだろ。さすがに翔平が監督に向かって俺の名前を書けとは言わんだろ。出られるかって聞かずに休めと一言で済むやん。マドンは上からデータ表と渡され、采配の指示までされて自分の思い通りにさせてもらえないと言ってたからな。ネビンが代行することになったのもモレノと GM の言うことに逆らわないからだと思うけど、マドンは拒否したから切られた。表向きは連敗の責任取らされた形だけどね。ネビン代行の方が結局勝率悪くなったけど。ネット上の反応さん、痙攣問題、ポストシーズン向けて一戦一戦が大事なことはチームやファンも理解するが、メディカル的に専門スタッフはどんな見解なのだろうか。毎度同じ様に本人と監督がお互い信頼関係で結ばれているのだろうが、身体が信号を発しているのが大ごとに至らないからゲームに出続けるのは個人的にはとても心配するよ。チームを小重責感いっぱいの大谷、トラウト不在まで自身が引っ張らないといけない気持ちも理解するが、首脳陣も慎重に身体を見てあげてほしいものだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは皆様のご意見ご感想等をお待ちしています。お気軽にコメント欄からご回答ください。明日も熱い情報をお伝えする予定ですので、見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。